たわごとマース。今日もたわごとのたまうというコーナーです。ということでですね、リリかわいいです。でも最近なんかワンワンさんのね、世界中のワンワンが悲しい、飼い主さんが死んじゃってね、一人になってっていうのを見ちゃってもう悲しくなってね、本当は D のためにねもっと行きたいなっていうふうに思いますが、まあどうなることやらね、分かりませんね。はい、ということでご質問ね、あ、それからね、今日ね、指示、娘がね、髪の毛ここ下げたらどうなんのって言うから、いや、かっこよくなるよ、何してもかっこいいんだって、じゃないと芸能人もう子供の時からそうなんだから、それもできなきゃダメでしょっていうようなことでですね、親子の会話がありました。でやってみせたんですよ、今度ちょっとだけ下ろしてみせた、そしたらそのまま出てっていうんでね、はい、今しじみは18歳です。で、こうちょっと今日髪の毛ここだけ少しだけこうやって垂れてる状態はい、すいません、くだらないこと言いました。はい、ということで、まあね、若い女の子だからね、いろいろとね、ここもねちょっと開けといてみたいなね、なんか僕ちゃんとこう閉めちゃうもんだからやっぱり閉めた方がいいんじゃないのっていうね。でそのうち指示もねバンバン出るんだと思うんですよ。今ちょっと太っちゃった感じで出たくないみたいですね。はい、じゃあまあ乞うご期待でね、そのうち出てくるんじゃないですかね。今歌のレッスンもしてますしね、はい、やっぱりね、ラグジュアリーなね、時代、バブルの時代の申し子みたいなね時代に育ちましたんでね、自分は、まあ、クリスタル族みたいなイメージですかね、まあ、ラグジュアリーなね、愛のあるラグジュアリー、愛のないラグジュアリーは醜いですよね。競争、喧嘩、比較、うぬぼれ、過信、見栄の張り合い、最悪ですね。そうじゃないね、ラグジュアリーな、そういう感じの歌でデビューすればいいんじゃないかななんて話をねしてました。はい、はい、くだらない話すいませんでした。どんな人も一体性があれば素晴らしい個性が生き美しい人となれるとマーさんはおっしゃられます。そのことについてお話しください。まあ確かにですね、よくほらこういう自分が悪いとか、ちっちゃいからダメとか大きいからダメとか、いろんなこと言うじゃないですか。例えばなんていうの、気が荒いからダメとか、優しいからダメとか、弱いからダメとか、これ小指とかもこの指と一緒でね、どれでもいいんですよ。天からもらった才能、個性はね、どれでもいいんです。ただ一つだけ大事なことは一体性です。一体性をプラスしてもらえればね、もうそれだけでいいんです。一体性をねプラスすることだけでいい。何かをね引く必要はないんですよ。引く必要があるのはね、自我でできているものですね。エゴでできているものは邪魔ですからね。エゴでプラスされたものは取った方がいいと思うんですけど、天からもらっている個性がありますよね、その人の素晴らしさね、才能、これ全然やめる必要ないですよ。強いとか弱いとかもね、優しいとかね、勇気があるとかね、いろんなのが、もう万物はいろんな個性があるんですね。いろんな花にいろんな個性があるようにね、ワンワンもいろんなワンワンがいて、僕はねゴールデンが好きなんですよ。だけどね、ジュラオなんかはね、あれですよ、コリーが好きなんです。だからね、みんなね好きなものね違うんですよ。それでいいんです、はい。で、一体性があればね、
強い人も弱い人もいいんです、素晴らしいんですよ。だから地位名誉ね、お金何があってもいいです。だけどね、一体性がないとね、これ罰が自ら滅ぼしてね、自らをダメにしてしまいますのでね、そういう損はしないでほしいし、どんな大王もね、みんな滅びちゃったですね。もうみんな仲間に裏切られて滅びるですよね。アレキサンダー大王のようにね、32、3歳でしょ彼も。でね、愛という土台がなくてね、スターになったとかね、政治家でもいいしね、王でもいいしね、何になって愛がなくてね、何になったってダメですね。学歴があろうが地位や名誉が、愛がなかったらもう自ら、その人は自ら愛せないから、その人神の子だし万物だから、自ら滅びぼしてしまいますね。美しい存在ですからね、生命は全て、万物は全て、そう、他を滅ぼすとかいじめるとかやっつけるとかね、いや、まあ、バカにするとかね、笑うとかね、他の人をそうにするとね、また他のものをね、動物たちを大切にしないとね。だからね、リリーは本当に幸せだけどもね、クマが死んじゃったらどうするんだろうと思うと心配になる。皆さんそうやってみんな心配になる。どなたかね、事業家の方、ワンワン年取った方たちがワンワンと一緒に暮らしてるじゃないですか。それで自分が死んじゃったらワンワン一人になっちゃうじゃないですか。そのワンワンをね、引き取ってね、幸せに暮らせるね、10万坪とかどっかのゴルフ場を丸ごとね、そうにしたワンワンのね、そこにしてほしい感じですよ。まあある人にそれ頼まれた。僕はリゾート屋だからね。で、ある会計士の会社、大きな会社をやってるね、神戸のね、方にね、頼まれました。そういうリゾートを作ってほしいって、私たち老人がね、その人はね、コリーをね8匹ぐらい飼ってるんですよ。まあ足屋っていうところにいる人ですけどね。自分が死んじゃったらね、ワンワンたちが気づかない、ね、誰も一人で住んでる人なんでね。で、そういうリゾート日本にはないから、ワンワンがね、自分が死んだ後もね、幸せに暮らせるようにしてもらいたいっていうようなことをね、まあ、言ってたんですけど、僕も今最近このね、こういう音楽の方とか力入れてたり、あとヒーリングの方とかにね、あれしてて、なかなかね、まあワンワンのねリゾートでも本当にそういうのね、昔の徳川綱吉さんですかね、まあ、本当にそういうね、ワンワンたちだけじゃないね、全ての動物たちがね、全ての人類が、民がみんな幸せにね、みんなね、生命が安全でね、幸せになってね、みんながね、楽しく生きれるようにしてください、ね、じゃないとみんな滅びますよ。どんな王もね、みんな自分を罰します。自分を、ね、嫌います。自分をね、許しません。自分をね、必ず滅亡させる、破滅に向かわせます。愛にね、ただ一体性を足せばいいだけです。地位や名誉何もかも捨てなくていいです。ただね、一体性に気づけばいいです。他をね、尊んで、民をね、みんな幸せにして、そうすればね、誰もが成功し、真の繁栄、真の成功します。一体性の愛がなかったら真の成功はないし、真の繁栄はありません。まあそんなことですね。辛いことや苦しいことがあった時の方が自分が見れるということをマーさんがおっしゃってたことがあります。何が問題だったのか気づくことができる。そして一番問題なのは分離、一体性のなさ、自我の分離が収まらないとずっとメッセージが起きる。ずっとトラブルや問題が目を覚ませが来る。
それについてお話しくださいということ、もうその通りですよ。だって一体の世界だからね。僕らのこの体一体だけど、心臓の細胞が肺を攻撃したり、もう腎臓や肝臓を攻撃したり、戦ったり喧嘩したり殺したりね、騙したりってやってたらもうやめてくれってなりますよね。一体だから。で、自分が勝ったって言ったって一体だからね、自分が勝ったら周りは滅びちゃいますよ。だから真に美しい人々は勝とうとしない、偉くなろうとしない、過信しない、うぬぼれない、愛で生きるね、それでいいじゃないですか。そしたら幸せなんだもん、良くなるんだもん、豊かになるんだもん、今前のもの何も失わないでいいんだもん。美しくなるだけ、本当の自分に戻るだけ、本質に帰るだけですよ。そしたらやっと世界は良くなります。そしたら本当に楽園が来るでしょう。真のね、真の楽園、インチキの楽園じゃなくて真のね、素晴らしいものが起きるでしょう。一番問題なのは分離って書いてあります。自我の終焉、収まらないとメッセージは起き続ける、自らに罰せられ続けるというね、まあ、それをぜひ試したりね、実験したり人類はしなきゃいけないですね。はい。で、そうやって大きな心で愛で生きないとやっぱりね、成功しないし、トラブルし、メッセージ来ますね。で、やっぱりそういうあの喧嘩や戦いや闘争のね、人々と結局ね、こう一緒に生きてますからね、みんなで目覚めてね、愛へ帰らないとダメですね。自我にとっての良い状況の時、確かにね、自我にとっての良い状況の時こそ優越したりうぬぼれたり過信して、過信に陥って自らダメージとなるメッセージをし続ける、そういうことが来るということでしょうかっていうね、もうその通りですね。だから自我にとっていい状況の時にはやっぱりうぬぼれたり過信したり優越したりで、まあそういうね、平気で残虐なことをしたり、平気で人を傷つけたりね、そういうことを平気でやって、それで最後とんでもない目に自分に合わされるんですね。なぜなら自分が神で愛でね、自分が美しい存在、本当はね、それに罰せられるんですね。真我だから、本当の肉体脳ではそう思ってないけど、真我の真我が本当の自分ですからね。真我、要は神の現れ、愛の現れが本当の自分だから、それが罰します、裁きます。検察が裁くんじゃないんですよ。検察に捕まってくるのも自分で捕まえてくるんです。まあ親父はそういうことをよく言ってますけど、犯罪者の方たちは改心したい、愛したい、愛に戻りたい、だから自分で来るんだ。これ自主って意味じゃないですよ。そういうふうに仕組んでいく、宇宙的にね。だから真実を言いたい、愛を伝えたい、これ収まらないんですね。神の子だから、愛だから、素晴らしいからね。美しい自らがね、自らを罰する、ダメージとなるメッセージをくらわして、起きろお前、お前は愛だぞ、お前は美しい存在として生まれたんだ、天がお前をこの星に送ったんだ、目覚めろ。何、わけのわかんない、だけどこれしょうがないですよね。自我世界に生まれて、自我世界で喧嘩や闘争や戦いを習って、恐ろしいことが代々代々伝えられてきたら、人はこうなんだ、ああなんだって、そういう目にあった先祖の人とは違う、気をつけろって言ってるわけだからね。まあ無理もないって言えば無理もないわけですよ。だけどそれが宇宙に合わないんですよ、宇宙の本当の姿に。だからそこには気づかなきゃいけないですね。
じゃないと滅ぼしちゃうんですよ、自分のこと。そのことを人類は研究する、科学的に研究する必要があります。はいね。でそれはね、万物が分離を嫌うから、人類はそれを実験し試す必要があるとマーさんおっしゃいますが、そのことについてお教えくださいという、まあ、メッセージね。万物が分離を嫌うからね。だって一体なんだもん、分離したらおかしいなってね。あらってコンピューターでもなんかどっか壊れるとね、あらね、そういうのなんて言うんだ、誤作動、あらって誤作動してるっていうね、そういうことですよね、誤作動。だからそれを嫌うんですよ、万物は、神は、この世界はね、自我を嫌う、分離を嫌う。だけどね、そういう社会なんですよ、そういう文明だったんですよ、1万年誰のせいでもないんですよ。それが極度になればなるほど、メッセージやトラブルや苦しみや辛さはね。だからね、顔を見てください、いろんな偉い方たちも含めてね、出世したりしてもね、苦しそうな顔をしてますよ、辛そうなね、かわいそうでしょ。で自らに罰せられてね、だって神の子だから、万物の子だからね、愛されてるからね、宇宙に、おいお前帰れよって、お前は全体と一体なんだよ、宇宙と一体なんだよ、民を愛すんだよ、隣人を隣国を愛するんだよ、人々を幸せにするんだよ、そのために生まれたんだよ、気づけよ、目覚ませよ、滅びちゃうよ、ダメになっちゃうよってね、言われてんですよ。幸せになれよ、もう幸せになれよ、そのまま行ったら、あ、穴が落っこっちゃう、落っこっちゃうよ、絶壁だよ、今止まれ、そして今愛へ帰れね、そういうメッセージが世界中に今鳴り響いてます。競争や戦いが最も苦しみの元となるということは本当でしょうか。競争や戦いって、これ自我の分離の競争や戦いですよね。だから地位や名誉ね、いろんなもの、力とかね、権力とか才能とかね、頭がいいとか悪いとか、いろんなもんいいんですよ、うん、万物のためにっていうか、なんつったらいいんだろう、愛のために、民のために、事業家の人はね、民が幸せになって健康になってね、人々がみんなそういうものを生み出せばいいんですよ。豊かになっていいしね、偉くなってもいいし、地位や名誉も持っていいしね、王になってもいいし、何でもいい、ただ愛は持ってくれ、愛という土台がなかったら自らを滅ぼす、台無しになる、愛だけは、一体だけは、それがないと幸せじゃない、祝福は出ない、なんかドラッグが必要になる、そういう世界となってしまうね。でそんなものでね、戦いや分離のものでね、地位や名誉はいろんなものを得たら台無しです。人類を幸せにするもの、みんなをね、もう戦いで辛い思いした、苦しい思いした、それはそうでしょ、だから許せないんだ、恨むんだ、憎むんだ、それはそうでしょ、分離の世界がずっと続いてきた、そういう辛い家だった方もいるでしょ、そういう環境だった方たちだって当然います、この分離社会でね。でもそれで一体性から、ね、出ていいっていうわけじゃないんですね。そうであっても一体性は絶対自分の本質ですから、保たないと罰する、保たないとメッセージする、保たないと台無しになる、ね、まあ、そのことだけはね、伝えたい。みんな幸せになってほしい、みんな豊かになって成功してほしい。ああそのまま行っちゃったら、ああそれ自我の分離の、ああこの人滅びちゃう、あ失敗しちゃう、あダメになっちゃうなって、ああって、でそういう時はね、ダメになった時は、ああ分離だなって、若たれだなって、若たれの反対ね、若たれ
の反対っていうのは癒しろ ね、若たれっていうのは汚れって言うんですね。若たれると汚れちゃうんですよ。電子は汚く回ってしまいます。もうあらゆるものがね。だからね、幸せになってください、ね、リリーどっか行っちゃった。あ、いた。リリーかわいい。いいよ、ここの下のところにピアノの下に入ってます。かわいいね、リリー。幸せになってね、リリー。飼い主がいなくなってもね、幸せに生きてほしいんだ。世界中のワンワンが幸せに生きてほしいし、世界中の人々がみんなね、幸せにね、ハッピーでね、ラグジュアリーでね、みんなね、美しくね、豊かに成功してね、みんながね、みんなでね、共にね、美しく生きたい。つくづくそう願います。それじゃあ、リリー来るかな、来ないかな。これあるよ、そういえば忘れてた。ほら、リリー、おいで。あら、いらないの、お腹いっぱい。あ、来ないって。ということでね、じゃあリリーが来ないので、あ、来た、あ、来た、リリー。リリー来たの見せて。はい、来たね。じゃあ、はい、リリー、はい、お菓子です。はい、食べました。はい、それじゃあまたお会いしましょう。お相手はマース&リリーでした。それじゃあ。